右食とは、歯の実質欠損の中で、生物的要因が原因であるものである。その他の物理的要因、科学的要因による歯の実質欠損は、右色には入らない。疾病負荷の観点から歯周病と並び、歯科の二大疾患の一つである。右色を有する歯を、うし、右食が進行して、歯に穴ができていることが目に見えてわかる状態になった場合、その穴をうかと呼ぶ。 虫歯は世界で最も多い病気の一つである腐食は世界で最も多い疾患の一つであり2019年には医学雑誌ランセッタで高校保険の特集号が組まれたそこでは34%の人に未治療の腐食があることが強調されている日本では腐食が減少したことがよく知られているが成人、高齢者においては 未治療の輸食を有する人は3割を超えておりほぼ同じ数字である。1970年代から減少をしている子供の輸食でも学校保険統計調査で他の疾患と比べてみるとほとんどの年齢で最も多いのが輸食である。また高齢者の歯の残存により高齢者で輸食を有する人は増加している。そのため人口高齢化も相まって 高齢者の歯科受診は増加している。右食の予防は、思考の完全除去と、当分摂取の厳密な管理によって成し遂げられるため、これを知る教育が重要であるとされている。しかし、極めて有病率が高い右食は、教育だけで十分に防ぐことは難しい。貧困や障害などにより、知識を有していても行動が難しい人も数多く存在する。そのため、復活物や、 シーラントなどエビデンスの検証された予防方法を用いる必要がある。輸食の進行度の低いエナメル質の白斑は経過観察される。輸食の進行に伴って削る必要が出てくるが、感染した増下質に留めるなど最小限になされる。状況に応じて補修される。リスクを高めることが判明している糖類とは、米などに含まれる原粉ではなく、砂糖など単糖類。 二刀類である。これらによって、口腔内の菌が酸を作り歯が溶解していくことになるが、アルカリ性である唾液とその成分のカルシウムがそれを回復させる、再石灰化が起こる。この均衡が崩れると、再石灰化できない汚色となる。特に歯の放出後の数年は石灰化度が低いため、虫歯になりやすく、歯間汚色は未成年に多く見られる。一方、 高齢化と残存場の増加に伴い、高齢者の根面腐食が増加してきた。2002年には国際歯科連盟によってミニマルインターベンションが提唱され、今日の日本の診療ガイドラインでもこの概念が重要視されている。ミュータンスキン虫歯の直接の原因は、歯の表面に付着している細菌が糖質を代謝する際に賛成する酸による歯の脱解による歯の人生の低下である。 右食原成菌は食品の特に糖質から乳酸などの酸を酸性する。思考の中に酸が大量に酸性されると、高校内の pH が酸性に傾き、葉の表面のエナメル質を溶かし始める。これを脱解という。唾液の作用によって数十分間が経つと、今度はアルカリ性に戻り溶けた葉が補修される。これを再石灰化と呼ぶ。このように虫歯の発生には、 宿主、細菌、糖質の三つが必要であるため、それぞれに原因が説明される。歯の表層であるエナメル質が溶け始めた最初期の段階では、エナメル質に抵抗性があることや、歯が再石灰化するため、エナメル質表層は溶けず、その下から溶け始める。これをエナメル質の表層化学会といい、この段階を初級食という。食や唾液の分泌なども関わるため、 食生活習慣病とも考えられる。高校内には多くの細菌が存在し、この中には多くの原因菌が存在する。細菌は矯正し、細菌層を構成しているため特定の菌に原因を求めるのは難しい。右食を引き起こす最も重要な菌はストレプトコッカスミュータンスであるが、細菌の量や種類により腐食の進行速度が変わる。腐食原生菌。 食物残渣、唾液は結合し、思考となって、歯に結合する。思考の付着は、九種の交合面の溝や、すべての歯の歯肉炎、科修復材料と歯の境において、最も顕著である。これらは、実際に、虫歯が多く発生し、右色後発部位と呼ばれる。成熟した思考は、バイオフィルムと呼ばれる。思考が、酸性に傾き、アルカリ性に戻る状態を、 グラフ上の曲線で表したものはステファイカーブと呼ばれる。糖質には砂糖やデンプンなど様々な種類がある。酸酸性能は糖質の種類によって異なり、砂糖の主成分であるスクロースが最も高く、キシリトールは低い。こうした様々な条件によって歯が脱回する。この進行の最も重要な因子は量でなく頻度である。 一度に大量に摂取することによる脱解よりも、頻回に脱解され続けた方が、輸食が進むとされている。高校内の pH が低下すると、約30分間エナメル質は脱解され続ける。また、多量の糖質を摂取することで、pH の低下の仕方や脱解される時間の長さが変わることが知られている。砂糖を溶かした水溶液では、 砂糖が10%の濃度となるまで、こうした pH や時間が変化する。右食がエナメル質に限局している間、一般に右食は無痛であり、増下質に達することにより、増下細管の露出を見て、初めて止痛を覚えることが多い。この時の痛みは、増下細管内の通覚神経終末に対する直接刺激や、 増下細管内の組織液圧力変化による、死髄痛覚神経終末に対する刺激が起こることによるものと考えられている。右食が死髄まで到達するまでの過程においては、死髄炎を併発することによる激しい自発中が発生する場合がある。破綻崩壊により右食が死髄まで到達すると髄空内圧が下がるため、自発痛は一時的に消退する。 死髄空が感染した状態を放置し続けると、破室の崩壊は著しくなり、混戦まで最近感染が至る結果となり、歯根膜炎を引き起こすことによる白動感を伴った鈍痛が生じることがある。この後、混戦周囲に歯根濃法や歯根肉芽腫が生じることがあり、感染の程度によっては、ハローができることもある。やがて破室の崩壊が進み、 残念状態になると人体の異物排除起点により自然脱落に至る。物色は発生分や病巣の形態、進行度等により分類される。C0、C1、C2、C3、C4 という分類が知られる。虫歯は個人、集団の社会経済状況により発生にばらつきがある物色の発生状況について厚生労働省が定期的に しかし、患実態調査で報告を行っている。日本の虫歯の有病率は先進国の中で最悪である。これには、日本の医療費が安く自らの健康を維持しようとしないことが原因とする考えがある。梅雨時などの菌が増殖する時期にかかり出し、冬場温度の低下から痛みが発生することが多いとされている。右下の第2、第9子の治療後、詰め物がされている。 日本出荷保存学会の診療ガイドラインは、高齢まで多く葉を残すには、身の概念の普及と、また、旧来のドリルフィルからの脱却が必須であると、提言してきており、パターン化した旧来の治療法では健全な、歯質まで大量に削るが、感染のない天然の歯質は、極力残すよう考え方が変化してきた。軽度の輸食であれば、 自然治癒することもあるが、一定水準以上まで進行した腐食により、失われた葉の構造は再生しない。しかしながら、治療により腐食の進行を止め、歯を保存し、合併症を防ぐことができる。治療はまず、腐食部位の歯質を切削し、その後しか修復材料で形態を修復する。切削時に、痛みが伴うと予測される場合は、局所麻酔を使用する。 使用するしか修復材料は、輸食の部位や患者の希望等により、コンポジットレジンや重点用、セメント、インレイ、アマルガムなどから決める。また、神秘的理由や耐久性といった理由から、ハイブリッドセラミックスといった健康保険制度が適用できない素材を用いることもある。ポーセレンやコンポジットレジンは、天然歯と外観が似ているため、前歯に用いられることが多い。 奥歯は、高合圧が、シートの理由により、インレイやアマルガムが使われることが多い。アマルガムは、水銀の使用に対する問題により、日本では、使用が減ってきているが、安価で、機械的強さがあることから一般的に使われている、国もある。右色が広範囲の場合、クラウンにすることが多い。これは、右色部位を切削した後、残った歯に上から被せるもので、銀合金。 金、ポーセレン、東西やき不合金等が使われる。クラウンを作成するには、ある程度の日数を要するが、直接詰めることができるハイブリッドセラミクスを用いる方法もある。脂髄の中の神経が炎症を起こしていたり腐敗した場合や外傷を負っていた場合、脂髄は抜髄される。これは根幹治療と呼ばれる。髄を取り去った後の根幹は埋められ、必要であれば、 クラウンが作られる。なお、後に、レントゲン撮影を行った場合に、どのような治療を行い、どこまで歯科材料が入っているのかを容易に判断、できる、よう高校内に用いる歯科材料は、通常、X 線不透過性の材料が用いられる。重度の輸色では保存することが不可能であり、抜歯となることもある。しかし、なるべく保存できる部分を残す治療法に、 移行してきており、日本では日本歯科保存学会による2009年のガイドラインから推奨されてきた。2008年頃までにはヒールオゾ存やサンミックス MP 法等の新しい治療法も登場している。アメリカ国内の統計によると、輸食の有病割合と重症度はこの30年間でかなり減少しているが、この減少は国民に均等に起こっているのではなく、 ある集団と個人に右職が集中している。この右職の現象の生じていない、つまり右職が発生しやすい集団と個人は、ハイリスクな集団、個人と呼ばれる。CDC では、右職リスクの高い集団とは、社会経済状態が低いか両親の教育水準が低い人たち、定期的に歯科ケアを受けることのできない人たち、歯科保険に加入していないから歯科サービスを受けにくい。 人たちとしている。また、復活物を適正に利用することで、輸職リスクは減少すると考えられている。また、臨床における個人の評価の場合は、検査や環境を考慮したモデルによるリスク評価よりも、視医師によるリスク認識の方が適切であるとされている。輸職リスクと輸職経験は連続的に存在している。リスク分類を確定できないときは、 右食リスクが高いと仮定し対応することで、実際には右食リスクが高いにもかかわらず、誤って右食リスクが低いと分類される集団や個人の右食リスクを下げることができる。右食を引き起こすリスクファクターとして下記が知られる。右食には乳幼児期の乳歯に特徴的なものがある。復活物応用は確かなエビデンスを持つ虫歯予防法である歯の 噛み合わせ面の溝から進行する植20世紀、終盤、細菌の酸性する酸により歯が侵食されると考えられたため、毎日の貴重面なブラッシングによって、プラークの細菌層を除去することが目的となった。その後、ミュータンス菌のような病原菌として特徴的なものを殺菌しようとした。21世紀には、一マイクロバイオーム研究が進展し、 プラークを除去するのではなく、制御するという考え方も現れてきた。一方で、高校清掃は輸食を予防するという証拠がなく、輸食の発生に関連性が高いのは飲食である。高校清掃は、歯が酸に侵食される、際の酸性度を弱めたり、侵食時間を短縮させる。復化物応用は、復化物配合の歯磨き剤で20から30%。 物価物先行で40から60%と確実に右食の発生を抑制することが認められている。リスクの高い部位には年に1回 X 線写真を撮るのも良い。歯の側面から進行する右食右食の予防はブラッシングを基本とする。思考を取り除くことで右食原因菌を少なくし酸が作られることを防ぐ。2日以上経過した思考は 砂糖液により酸を作り出す時間が長くなる。自分でできる高校清掃のパーソナルケアとして、主に1日最低2回のブラッシングと最低1回のデンタルフロスなどによる歯間清掃がある。思考は細菌が集まって膜を形成したバイオフィルムだとも捉えられている。思考が熟成して細菌が密集した状態は歯の表面に強固にくっつき殺菌剤も効きにくい。 こうしたバイオフィルムの破壊には PMTC が有効である。PMTC によってバイオフィルムを破壊した状態に対してさらに 3DS によって専門的に殺菌することができる。歯科で行うプロフェッショナルケアとして数ヶ月ごとの定期的な歯科検診や PMTC がある。高校洗浄機はブラッシングでは届かない場所の歯垢を水圧によって流し出すことができる。 歯と歯の間を磨くためには、デンタルフロスや歯間ブラシ、爪楊枝を利用することができる。歯間の隙間や歯茎の溝を水で洗い流す、高校洗浄機も用いられる。殺菌効果のあるクロルヘキシジンなどが配合された、歯磨き剤や洗口剤も有効である。ただし、口腔内の細菌はバランスをとって存在し、他の菌が入ることを防いでいるため、抗菌剤などの利用は、 高校上在菌に悪影響を与え菌、抗体現象などを引き起こす場合がある。しかし、抗生物質は薬剤体制を持つ菌の発生につながることがある。ビフィズス菌などプロバイオティクスを用いた新たな方法での研究も継続的に行われており、効果を示しているが治療ガイドラインに採用されるためにはさらに研究が必要となる。 復化物配合歯磨き材の利用は有効である。指摘濃度の復化物は、発質を強化し、再石灰化を促進することで、輸食を予防する。復化物は、エナメル質のハイドロキシアパタイとの結晶に結合し、エナメル質の脱石灰化を減らし、輸食への抵抗を強化する。復化物による輸食予防は、復化物応用と呼ばれ、放出した歯に直接作用する。 極小応用と放出した歯と歯の形成器の両方に作用する全身応用がある。全身応用には水道水復化物添加、食塩への復化物添加、復化物錠剤の服用、極小応用には復化物潜航、復化物配合歯磨き剤、復化物のシメント婦などがある。年に数回、高濃度の復化物を塗布するより歯磨き剤や線香で頻繁に少量の復化物を 用いた方が再石灰化が促進できる。ブラッシングに際しては必ず復化物入り歯磨き剤を使用し、復化物を高校内に少し残す工夫をする。6歳未満の子供に対しては親が必ず監視し、ごく少量の歯磨き剤を使用する。多くの歯科医師は歯の継続的な管理に際して復化物の紙面への塗布を行っている。日本では 水道水への復化物添加はほとんど行われていないが学校において復化物専攻を行うところが増えており虫歯の本数は減少している世界保健機関の報告では復化物の利用と高校清掃が行われている場合でも糖類の消費が輸食の有病割合と重症率を増加させる未開の地ではブラッシングは行われず不化け物は利用されないが 輸食はほとんど発生しない。米国では、復化物の利用は効率であるが、輸食の発生は多く、日本より少ない。復化物は、輸食のトラブルを約10%減らす。復化物応用のリスク国際ん研究機関の公表する e a r ク発ん性リスク一覧では、飲料水中の無機フッ素化合物をグループ3の化学物質に分類している。 復化物警告ネットワークの主張フッ素毒警告ネットワークは、確実的な裏付けなしに、復化物応用は、咽頭癌、高が癌などのリスクを上昇させる、世界保健機関のレポートである、復化物と、高校保健風の復化物応用と、高校保健に関する新しい見解にも200カ所以上の誤訳や、訳質漏れがあり、フッ素先行を推進するように意図的に訳していると、 主張している。風ンホスホッペプチド、火消リン酸カルシウム複合体は再石灰化を促進すると考えられている成分で、歯に塗るペーストや、シュガーレスガムといった製品がある。キシリトール単体では、歯の再石灰化作用は疑問視されている。ただし、酸酸性能は低いため、スクロース等と異なり、輸食の原因にはならない。また、 甘みがあるため唾液の分泌を促す効果がある。エスミュータンスは、キシリトール存在下ではそれを、呼吸器質とする、要酵素誘導が行われる。その結果、菌が高校内の粘液に止まりにくくなり、唾液によって洗い流されやすくなることで、腐食の予防に役立つという説がある。シーラントは、羽化ができるのを防ぐ方法の一つである。吸子の光合面の消化裂光に薄い膜を作る。 ことで、思考が蓄積することを防ぐ。通常、シーラントは、九種の放出直後の子供の歯に行うが、大人でも、輸食の予防に恩恵がある。健康保険が適用になっている。単身輸職の進行度を調べるのに用いられるのが、単身である。しかし、単身が輸食を拡大させる原因の一つであるとも考えられており、2005年の厚生労働省の輸食調査から、 単身を用いず、もしくは先がたまになっているものを用いて検診するように改められている。そのため、上記の分類では調査できないため、チと CH という分類が用いられるようになった。チはキャリーズインシピエントの略で4度分類の C1 と C2 の段階、CH はキャリーズハイグレードの略で C3 と C4 となっている。有利等類は 砂糖だけでなく炭糖類、二糖類、蜂蜜、果汁、シロップも該当する。世界保健機関の2003年の報告では、砂糖の摂取量が少ない場合、虫歯の発生が少ない。同風の報告で、酢や炭酸、クエン酸やアスコルビン酸のような酸が多い、ソフトドリンクやピクルス、柑橘類のような飲食品の消費が多ければより歯が侵食される。 これは三食症と呼ばれる。世界保健機関は2014年には高校の健康に対するシステマティックレビューをもとに砂糖の摂取量をこれまでの1日あたり10%以下を目標とすることに加え5%以下ではさらなる利点があるという砂糖のガイドラインのドラフトを公開した。砂糖では2 0 0 0カロリーの10%は5 0ム、5%は2 5ムである。 飲食後の口内の pH 変動はステファンカーブとして知られ飲食とともに急激に pH が低下し次第に回復するこのグラフにおいては黄色に塗られた範囲の間脱解が進む飲食の直後は高口,口内の細菌が糖分から酸を作り出して思考の pH が低下する平常時は平均的に pH6.8 だが飲食により pH4 から6に急低下し、その後ゆっくり1時間くらいの間に回復する。これにより葉の脱解が進む臨界 pH を超えると、葉のエナメル質が脱解され溶け始める。臨界 pH は一般に pH5.5 以下であると言われているが、葉の石灰角によっても変化する。例えば、葉の石灰角が A 久場よりも低い乳試では、これより、 高い pH でも脱海が進む。ステファンカーブというグラフで知られているが、砂糖水でうがいをした2から3分後に、最も pH 値が下がり、酸性に傾く。これが、唾液などの働きにより、アルカリ性の方へ pH が上昇していき、一定の pH 以上となった時に逆に、再石灰化するようになる。一般的には再石灰化まで数十分かかる。糖類の中でも、 砂糖の主成分である諸糖が最もう食のリスクを高め、次に、ドウ糖や加糖といった単糖類がう食を増加させるリスクが高い。砂糖の濃度が0.025%の諸糖液 15ml でも高校内の pH を5.72まで下げる。2.5から5%の濃度では pH を4.2から4.5まで下げる。10%の濃度まで高校内の pH を 低下させていくが10%以上の濃度では変化がない。穀物に多いデンプンは pH5.5 から6.0程度にしか下げない。デンプンに砂糖が混ざった食品はデンプンだけの場合より腐食のリスクが高い。また、代替管味料には様々な種類があるが、キシリトールやアスパルテームなど臨界 pH まで下げない等類がある。硬いチーズは高校内を アルカリ性に傾ける。シュガーレスガムを噛むことによって、唾液の分泌を高めることが可能である。シュガーレスガムによって、再石灰化の促進が観察されている。食後に、噴化物が含有されたシュガーレスガムを噛むことで、フッ素の効果と唾液量が増すことも加えて、腐食の進行が予防できる。殺菌効果のあるクロルヘキシジンが含有された。 シュガーレスガムも汚職のリスクを低下させる。CPPACP が配合されたガムは再石灰化を促進する。水分に溶けやすいリン酸オリゴ糖カルシウムが配合されたガムによって1から2週間でエナメル質の再石灰化が確認された。砂糖が入ったガムは唾液が出ることを促進するためあまり pH を下げない場合がある。 飲食の回数と、輸食飲食の回数が増加すると、思考の pH が低下している時間が長くなる。このため、歯の脱解が進み、また、再石灰化量が減少するため、輸食となりやすくなる。間食について、厚生労働省によって行われている21世紀における国民健康づくり運動では、間食としての甘味食品、飲料、特に砂糖が輸食を誘発するとし、 糖類に関する正確な知識の普及と1日3回以上摂取する群の減少を目標としている。アメリカ歯科医師会とヨーロッパ小児歯科医師会は子供に対して砂糖を含んだ飲み物を飲む回数を制限することを進めている。また乳児に対して睡眠中は哺乳瓶から飲ませないことを進めている。さらに母親の口から細菌が感染するのを防止するために 食器やコップを子供と共有しないことを勧めている。特に砂糖が酸を作り出す。感触として、チョコキャラメルなど粘着性があり、糖分が多く含まれているものはなるべく避けた方がいい。クッキー、クラッカーなど、意外に多く糖分の含まれている食べ物もできれば避けた方が良い。食べるのであれば、食後にブラッシングを行うか、水で口をすすぐのが良い。また、 一緒に摂取する飲み物はお茶や水、牛乳など糖分の入っていないものが好ましい。砂糖を含んだ飲み物、清涼飲料水などを飲み続けたり、高校内に長く残る、メ類を舐め続けるのは良くない。ノンシュガーや大体の甘味料の食品が良い,い。清涼飲料水には10%前後の糖分が含まれた飲料も多く、スポーツドリンクでも5%前後である。 頻繁に砂糖液で口を洗った場合、pH の最低値が低くなるが、1から2日砂糖を摂取しないだけで改善される。清涼飲料水には酸性度の強い飲料が多く、歯を浸しておくと、歯が溶けることが知られている。こうした飲料は1分で歯を溶かし始める。ただ、ウーロン茶のような pH が高いものには、歯を溶かす作用は観察されなかった。歯に信頼マークは、 高校内が pH5.7 以下にならない食品についている。2014年にはポス c a の放送に日本歯科医師会の推薦がつくようになった。三色症との関わり科学的要因による歯の実質欠損を三色症と呼ぶ。三色症は直接 pH の低いの飲食物を摂取した場合歯の脱回が進む。炭酸水。 酸味量が含まれた清涼飲料水、柑橘類などは酸食症を進行させる。酸食症が進むと輸食と同じく歯を失う原因になる。酸性度の高い飲食をした30分以内に歯磨きをすることはリスクを高める。ただし、輸食のリスクの方が高い人は歯磨きをせざるを得ない。虫歯は子供のうちの罹患が多いこと、小学生の時に歯が 入試から永久場に生え変わることなどから、日本では太平洋戦争後に社会が安定した時代以降、今日に至るまで、その予防は学校保険で重視された。保険の教材での記載、保健室でのポスターなどでの虫歯の進行や恐ろしさの啓蒙、歯磨きの励行などである。小学校高校の歯科検診で虫歯が見つかっても保護者が 子供の健康に関心が薄かったり、経済的に困窮していたりすると適切な治療が行われない問題がある。虫歯が10本以上あったり、歯根しか残っていなかったりする高校崩壊に陥っている子供もいる。野生動物には虫歯はないとされるが、草食動物は果実など糖類を含む食物の摂取で高校内に虫歯菌を保有してしまう。この時の虫歯菌は、 生物種によって異なることがある。しかし、野生生物では通常は植物の硬い繊維により、思考がたまらずほとんど虫歯は見られない。ところが動物園やペットなど人間が飼育し果物を多く与えるなどの変色があると虫歯を持つことがある。ペットにはしばしば虫歯ができる。しかのある動物病院もある。霊長類で虫歯を持つ頻度が高いのは、 チンパンジーオランウータンゴリラの順である。ありがとうございます。